方策、ストーリー、直川隆久、出演、道島ばきちいやー、もう、なんでうちの庭があんな気色の悪いことになってしもたのか、さっぱりわけがわかりまへんがな。えー、いつものように朝起きまして、いつものように庭の木に水をやろう思いまして、えー、雨戸をガラッと開けましたら、アンテナが。 えー、えー、アンテナなんかな、えー、高さにしたらまあ大きな松茸ぐらいのでな、えー、あの屋根に立てるテレビ用のアンテナありましたろあれをこう小さおしたようなのが庭の底ら中にこうびっしりと生えとりまんねんがなええー、またけったいなこともあるもんやなゆん雨えあ閉めた時には何にも見当たらなんだが どこそのなアホが庭にいたずらしてきよったんかいなとまあ思いましたようなことでしかし、ね、足の踏み間もおまへんから歩くのも難儀しましたろん邪魔なこっちゃと思ってこう一本引っこ抜きましたところはゴボッと地面の下からなんや妙なものが出てきました、うん、それがあんた、うん、そうでんな見た目がいっ と近いもん言うたら、うん、生子でんな茶色い生子みたいなそれがアンテナの下にくっついてまんねんがなぐにゃっとしてましてなんやらもぞもぞっとこううメめトとるんで悪食の悪り思わず放り出しましたかなポテチンヨで地面に落ちたらウに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 ウニににと野たくりよるんだウッハハ なんじゃこれはと思ってううも、もう一本手づかみに引っ込んいたら、これまたアンテナの根っこに生クが、ニョ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 これはかなわん。ええー、こんだけ生えとるアンテナの時代に、全部あれがくっついたのかいな、と思いますのもう足の裏がこそばゆうなって、言ってもたってもおらねえ。慌てて家の中に戻ったようなことで、 いや一体全体どういうこっちゃ。うん、近頃は冬のさなかに桜が咲くやの春に雪が降るやのしてお天道様の機嫌が定まらんことが多かったそのせいやろかとん回らん頭で考えましたんですが、うん、なお分からんのはあの生子供は背中からアンテナ生やしてじーっと土の中で何をしてるんかしら。うん、首ひねりながらこれこれこんなことになっとうロマンどう思うと嫁はんに聞きますと。 嫁はですな。アンテナっちゅたら、電波を受けるもんやろ。と、うんうん、そうやろな、と私が答えますと、嫁はんの言うのには、木がッっぱでおひいさんを浴びるようにでんな。あのナマコも、アンテナでそこらジオに飛んでる電波を拾うて、それを事情にしとるんちゃうか。って言いまんねん。<laughs> アホ抜かせよ、お前。そんな味も匂いもあらへんようなものが、事情になるからいな、って言いましたら、 おひいさんの光りかて味も匂いもあら、しまへんがな口と体重だけはあやずにかてまえんな。で、うん、お、ね、めえ、あんは、あんなもんが庭に入っとったら洗濯物も干しに来ってかな。あんさん、全部抜いてしもとう、俺。来ない夜んだ。いえいえ、またもうあの生子を触らなあかんか思たら、えー、もう首の筋が細るような思いが出しましたが、うんうん、もうしょうがまえ。とにかく手当たり次第に、抜いて抜いて抜きました。 ええー、もうたっぷり2時間ほどかかりましたが、ええー、ようやっと全部抜き終わったら、庭の隅っこでナマコがくんな山になってました。<laughs> えー、いやいや、もうやれやれと思ってね、今抜いた方を振り返ると、なんと、バカにしてるや、おまんか。これぐらいの、しめじぐらいのアンテナがまたポツポツと、はい始めてまんねんがな。 えー、これはえらいことになってしまった。うちの庭が、得体の試練生子アンテナの巣になってもた。どないしょ知らん思て、えー、まあここは学のある人に話聞くよりないと思いまして、伺いましたようなことで、ええー、<laughs> 私の知り合いで大学出てはんのは先生だけですからな。え評判だっせ。冬の風鈴みたいなお人が言うて、ええぶらへへ。<laughs> ブラブラしてるのみ一応だけどな。 いや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 、うん、うん、うん。うんうんうん、え、何ですあらまあ、先生のお宅の庭にも生えとりましたかおお<ー>、うん。で、どうなすなんと。な、なんと。ほまでか。たっ食べなかったんか、あれを。えへぶつ切りにして、ポン、ポンチと醤油で。えへ。 先生、先生は前から豪気なお人やと思ってましたが、大したお方や、いや、ブラブラさしておくのはもったいない。いやー、しかし、さぞや、まずかったでしょ。えいけた。ち、ゅ中トロなしがする。ほんまでっかいな、それ。ええー、あないな見栄えの悪いもんが。 そんな味がしまんのか。はあ、そ試してみなわからんことですな。いや、いやー、せやけど達成。自分とこの庭で、中トロが、ちゃんじゃがちゃんじゃが取れるねやったら、こ大な、都合のえこと思えんがな。こら、豪気な。あ、近頃世間でも、景気の悪い話ばっかりで、いろいろと心配事ばっかりやったけど、久しぶりに、 いい話だすな。ああ、なんや、気分がよろしい。あはははは。はははええ、何だすええ、おひょっとすると、何だす、はい、はい、はい。あの生子の正体、ええ、ひょっとしたら、お,おなんやと言いなさるは。んは、うちの嫁犯はんひょっとすると正しいと。おおどういうことでしたろう 可視光,光線と波長の違う、ううん、電磁波で、うん、光合成をする新種の生き物の、その電磁波は、ひょっとしたら、ガンマ性、うんいや、あの、先生、あの、 どこの国のお客さんね。いやもう、もうちょっと優しいに言うとな、あれああははああう、うん。そんな生き物がうじゃうじゃ出てきたのは、セシウムか何かが爆発的に増えておるせいではないか。 ああもう余計わかりまへんがなああ。もうほんまに生自覚の歩いたもう難しいこと難しゅうやるからもうかな、えー。まあ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 、えー、何でもよろし。黙って座ってたら庭で中トレが取れるんやからな。ええー、めでたいこっちゃん。私もさっ家戻りまして、熱燗の二号もつけましてな、生子さばいてみようかなと思います。うーん、どうもどうも。うん、おきに。<laughs> 失礼いたします。ははは。 いやー、なんやらこれからは、ええー、ことばっかり起こるような気がしてきました。